どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングが音楽を始める第一歩にはもう最適。そしてこの春に思いっきり歌いたい曲、ドン！童謡の花です。この歌は、ね、春のうららのあの曲、まあこう晴れた春の日にもうふさわしいですね。これ全開で歌っていきましょう。この曲は、キッズからお年寄りまで、もうほんと一緒になって歌えて、しかも、簡単バージョンは入門コード4つです。この曲でウクレレスタートするにも最適だと思います。この曲ですね、ガズレレ YouTube チャンネルではね、もう4年か5年前に一度取り上げてるんですけど、その時より今回、さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単にした2021年改訂版でお届けしようと思います。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流、超シンプル簡単バージョン。これは入門コード4つ、さっきも言いましたけど、これでウクレレデビューもいいと思いますよ。で、後半はかっこいいバージョンです。後半はここにリズムが加わって、コードもちょっとね、おしゃれなコードが加わり、こうまさにこう、キラキラと輝く川の流れのような感じで、かっこいいバージョン やっていこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽チャレンジしてみたいけどね、私なんか不器用だから無理っぽいとか、楽器チャレンジしたことあるんですけど、挫折しましたとか、そういう方がですね、もうあっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムを見て今全世界中の方がもう何万人もガズレレ YouTube で音楽始めてます。皆さんも続きましょう。もうちょっとしたらここにリンクを貼り付けます。このリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですよ皆さん。はい、じゃあここにリンクあります。ここから全て始まります。スタート。はい、どうぞ。いらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめっちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もうアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ今日はこれゆったりいきますよ。春の一日に歌いたい曲、花。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、入門コード4つバージョン、ゆっくりとやってみます。
ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。いやいいですね。なんかやっぱりこの晴れたね日にね、こう桜を見ながら、青空の下の桜とか見ながら、こう元気に歌いたい曲だと思います。皆さんこれ思いっきり歌っていきましょう。入門コード4つですから、何せ今回のこのガズレレバージョンはフルコーラスです。3番までしっかりやってますんでね。今のねガズレレ YouTube チャンネルと一緒にシンプル簡単バージョン YouTube と一緒に、まあ、合わせられるようにちょっと練習してください。で YouTube に合わせられるようになったら、もう体を動かしてね、もうここまでがまず第一ステップで、ね、その次のステップがあるんですよ。その次のステップっていうのは何かというと、 YouTube と一緒じゃなくて、今度は皆さんご自身一人だけで歌ってやってみる。だから自分一人でやるってことは、メロディーもリズムも自分だけで生み出すわけですから、これをね次のステップにしていただきたいんですけど、その時にやっぱりあの楽譜をね最初のうち見た方がいいと思うんですよね。この曲なんか覚えられちゃうと思いますけどね、あの簡単ですんでね、楽譜でもどうやって用意しようかってことになると思うんですけど、いつもガズはですねこんな風にノートに今の書いて、これをね見ながら今も演奏したんですけど、もうちょっとしたらこのノートを画面に大写しにして、こんな風に書くといいですよってことをシェアしようと思うんですけど、今いいサービスがあります。これです、ドーン、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の花を含むガズが今まで書いて書きまくってきた、ガズの手書きノート楽譜が毎月5曲皆さんのお手元にダウンロードして、もうバンバン練習できるよという、そういう画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてねこのガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですねアプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですねあともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですねもうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ、大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。でこれはですねガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、でガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。そしてこれ、幻冬舎大学とガズレレコラボの、講座の募集が始まりました。ちょっとこの辺のこと、概要欄に貼っときますんで、これもねなかなか面白い企画です。あの幻冬舎です、出版社の幻冬舎さん、これでですねなんかこう、あ、今まで音楽を知らなかった方が、まあ、知ってくれるきっかけになればなというふうに思って、この新しい講座を始めますので、見逃せません。こちらもチェックよろしくお願いします。2021年改訂版の童謡花、春のうららのですね、はい、ここから見ていきましょう。イントロはですねこれガズレレオリジナルアレンジバージョンのイントロですね。はい。これちょっとイントロあった方がやっぱね、盛り上がってくるかなということでつけてみました。で、ここが、このね、4行が要は1番なんですよ。はい。見ていてください。めちゃシンプルです。で、ちょっとここ見てください。ここくるっと書いてあるでしょ？ここだけシンプル簡単バージョンは今 F で弾いたんですけど、かっこいいバージョンはここ D7 というコードを使います。これも入門コードなんですけどね。これ後で解説していきますけど、こんな感じで写すんで、この画面を一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、このガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードするのもいいと思います。とにかく楽譜を用意しましょう。はい。で、これ同じコード進行でここ2番です。はい。歌詞が変わってきます。いいですね。これ、だから、シンプルだからこそ、こう、歌に感情表現、こう、込められるというね。はい。それ、いつものことですけど、この、ちょっと土地がなくなってきちゃってですね。3番はですね、このワンブロックがキュッとちっちゃくなって、これが、こういう風にね、差が出てきますからね。まあ、で、これ、コード進行全く一緒ですから、歌詞だけが変わっているという状態なんで、ちょっとここを見てもらいたいんですけど、ここだけちょっと見てもらいたい。最後のとこ。眺めを何に、ここだけ最後っぽくこう伸ばしといてっていくんですけど、ここ見て、今のシンプル簡単バージョンは F で伸ばしたんですけど、かっこいいバージョンは
D マイナーというと、ここに D マイナーが出てきますということで、ちょっとここだけまたコードが変わりますよということになっております。超シンプルです。これはもうめちゃ簡単。はい。で、コードの解説をすると、この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで使うコードなんですけど、まずこれ使わなくてもね、もう今やったこの入門コード4つでも全然バッチリなんですけど、まあまあまあ、これも入門コードのグループなんで、まあそう慌てず、これも大丈夫ですからね。まずひとまず隠しましょう。はい。これが入門コード。今やったシンプル簡単バージョン。この入門コードですよ。C と A マイナー、F と G7。この4つはウクレレを習ったその日に覚える。一番初歩の初歩の第一歩目でできるという素晴らしいことでございます。はい。で、今日は、で、かっこいいバージョンでこの2個のコードが追加されるんですけど、これも入門コードなんですよ。つまり、ちょっとこれ今日今6個出てるでしょ。これの解説もまとめて今ここでシェアしたいと思います。これはね、入門コードのグループがあって、そのメンバーなんですよね。その入門コードのグループとは、このガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思ってる皆さん、初心者の皆さんに、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、入門コードなんで、1個ずつ見たらどれも簡単なんです。なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うと、あれ、なんだっけ、これどこだっけっていろいろごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法のような動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画をね、必ず見てください。10個ですからね、覚えてください。今日はそのうち6個ですけど、まあでもあと4つ覚えるだけですからね、それもセットで覚えちゃうのがコツなんで、ガズレレ必須コードはここでマスター。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきましょう。今日の今のバージョンは、歌を確認するときに、YouTube でいろいろこの花のね、動画を拝見してたんですけど、もうやっぱりこう合唱団みたいな感じのやつが多くて、コーラスみたいな。ちょっとでこう、オペラ調っていうか、こう合唱風になんか歌うのが、こう、なんか背筋が伸びていいのかなと思ったんですけど、まあもう本当、カジュアルに歌ってもいいし、いろんなスタイルがあると思うんですけど、とにかくやっぱこれ、春だんでね、こう元気いっぱいで歌うのがキーポイントじゃないかと思います。そういうのも結構大事ですからね。あれでもかっこいいバージョンでは、さっきも言ったコード、D7 と Dm が、ちょっと変わってきますけど、これも入門コードなんで、あえて解説の必要はないと思います。そしてちょっと元気いっぱいでいきたいなと思ったんで、いろんなアレンジが考えられると思うんですけど、今回は、ドン8ビートのチャというガズレレのね、もう気持ちがいいね、疾走感バーというリズムで、もう春風の中こう爽やかに青空と桜をこう、みたいな、そんなイメージでやってみてます。この8ビートのチャのリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先行ってください。このリンク先は一体何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚、その中から8ビートのチャという濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされておりますんで、そこの動画でちょっと研究しながらやってみてください。これのね、こういう感じです。爽やかでしょ、ドン、チャッタッツッタッチ。このチャが入ることで、打楽器の要素が加わるんで、このよりね、こう、なんというか、立体感があるリズムになります。これ、チャを入れないと、入れますよ。ノリが出るかなという感じですけど。まあどちらにせよこの8ビートのチャをやるには、最初にやった8、ただの8ビートっていうのは基本になりますんで、ちょっと今回これを機に8ビートというリズムにチャレンジしてみるのもいかがでしょうかということで。これベテラン勢、ちょっとね、ガズレレで1ヶ月2ヶ月やってることだったらこれすぐできると思うんでね。はい。まあとにかくこの曲気持ちよく歌うってことをテーマにして、できればですね、歌詞とかコード簡単なんで覚えちゃって、やっぱ暗記してアンプして外で弾く。これぜひお試しいただきたいと思います。これは本当キッズからお年寄りまでね、まあ本当日本人であればもうみんななんか知ってるよねっていう曲だと思うんで、一緒にね、みんなも歌おうよっていう風に誘い込むこともできると思うし、やっぱり今の時期これはもう歌いたい。本当心込めてやってみましょう。それでは花ガズレレいるかっこいいバージョンやってみる。1,2,3,4。Oh, oh, oh.
花ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。まあ8ビートのチャンになってね、ちょっとこう元気な感じがまたこう醸し出されてですね、ウキウキ気分。この曲はですね、童謡の中でも相当元気な方のね童謡だと思うんで、まあそんな感じでもう大きい声で歌っていきましょう。ガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレとセミオーダー、はい、それぞれ予約注文販売の再開と販売が再開されています。ガズの初めてウクレレの方はもう即発送できますんで、ご興味ある方ここにリンク貼っておきますね。概要欄のところにも貼っておきますけど、ぜひぜひチェックしておいてください。先ほどもちょっとご案内したんですけど、この幻冬舎大学×ガズレレのこのオンラインレッスンプログラムのご案内、これまだね、やってますんで、皆さんこれぜひチェックしておいてください。概要欄のところにもねリンク貼っておきます。そしてですね、はい、これ、このリットミュージックから出てるこのガズの、赤、青、黄色みたいな信号機みたいなこの本のこの緑のバージョン、これがですね、実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって4月14日に発売になります。なんですけど、これ現在、Amazon とか楽天とかその辺のオンライン書店をはじめいろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっと概要欄の貼っておくんで、ちょっとこれ、見といてください。そして皆さん、新しいガズルの本がガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。